どうですか。皆さん、こんにちは。こんにちは。ニューヨーク市保存協会が主催するタワーオブトラーのツアーへようこそ。ここホテルハイタワーにある貴重なコレクションはすべてホテルの創立者、大富豪で探検家のハリソン・ハイタワー3世が集めたものです。1899年12月31日、ハイタワー3世はホテルで記者会見を開き、アフリカの秘境で手に入れたシリキュンドゥという奇妙な偶像を公開しました。そしてその夜、彼は行方不明となりました。まもなく扉が皆さんの方へ向かっていただきます。ここでその2つなどを詳しくご紹介しますので、扉が開くまでもう少々こちらでお待ちください。先方の方ご案内までは足元届いているので、下がって待ってください。またドアが開きましたので、下からご案内するまではそちらまで行ってください。ご案内までは私のゲートまでに行きます。まもなくドアが開きます。この偶像がシリキュンドゥです。落下したエレベーターから見つかったんですが、ハイタワー3世は謎の失踪を遂げました。それではここでその謎の鍵を握る彼の最後の記者会見の録音をお聞きください。
暗くなっておりますので、お足元にはお気をつけてお進みください。暗くなっておりますので、お足元にはお気をつけてお進みください。
二度と戻ってくるな。